エオス、またはエオースは、ギリシア神話に登場する、暁の女神である。その名は、古典ギリシア語で、暁を意味し、暁の神格化である。ティーターンの系譜に属し、様々な恋の物語が彼女をめぐって存在する。聖鳥、聖虫はオンドリ、セミ。日本語ではチョボ母音を省略してエオスとも呼ぶ。エオースはその名の通り、暁の女神である。 ティーターンであるヒテリーオーンと、テイアーメガミの間に生まれた。兄弟には、同じく自然現象や、天体の神格化といえる、ヘイリオスと、セレーネがいる。また、同じく、ティーターンの系譜にあるアストライオスとの間で、見柱の、アメモイ、すなわちゼピュロス、ボレアース、ノトス、そしてすべての星々を生んだとされる。メムノンを抱き上げるエオースを描いた。 アッティカの赤絵式杯。紀元前490年から480年頃、エオースは、イーリオス王ラーオメドオンの子ティートーノスとの間に、英雄、メムノーンとエーマティオオンを設けた。エーマティオオンはヘイラクレースに打たれた。メムノーンは、父、ティートーノスがイーリオス王、プリアモスの兄弟だったため、エチオピア勢を率いて、トロイア戦争に参加した。ローマ神話では、 アウローラが対応する女神である。アッティカ方言では、ヘオースというが、これも、暁の意である。ジョジシでの定型修飾称号に、バラ色の指持つや、黄金の腕持つあるいは、黄金の餃子にマシマスなどがある。ロイオタガンマニューイプシロンイオタアルファーとは、早期に生まれた暁の意味である。ホメーロスはデルタデルタカッパタウープシロンラムダ、すなわち、 バラ色の指持てる暁がと述べる。こうして、ホメーロスなどの女子誌では、1日の記述が、バラ色の指をした暁の女神、エオースなどの表現で始まる。ありがとうございます。